隊のハイテク戦車90式の内部に初めてテレビカメラが入りました。コンピューター制御とはいえ、正確な射撃のためには3人の乗員の息の合った行動が必要です。陸のトップガンと呼ばれる精鋭部隊の訓練を取材しました。陸上自衛隊90式戦車。日本の科学技術を結集し作られた最新式の国産戦車だ。走行中でも自動的に目標を捕捉し、夜間など視界の悪い状況でも正確に射撃ができる。さまざまなハイテクを駆使した高い性能を誇っている。この戦車の中にテレビカメラが入るのは初めてのことだ。戦車に乗り始めて10年になる井上二曹。井上さんは射撃を担当している砲手だ。3人とにかくこの単車で乗ってるクルーで、とにかくみんなで息を合わせないとダメなんで。操縦を担当する久田三曹は、限られた視界の中で巨大な戦車をコントロールしなければならない。そしてこの戦車の指揮を取る社長須藤に、コンピューター制御によって90式戦車は社長、砲手、そして操縦手の3人だけで動かせるようになった。しかしその反面、この3人にはより高度な知識とテクニックが要求される。特に彼らの部隊は全国の戦車の指揮官を養成するという任務を持っている。それゆえ日本でもトップクラスの実力が要求される。彼らの朝はコンピューターに入力するための気象データを集めるところから始まった。方針は熱や湿気などによって形が微妙に変化する。正確な射撃のためにそのわずかな誤差を常に把握しておかなければならない。 OK、はい、いよいよ射撃。緊張の高まる車内では再び気温と気圧の確認が行われていた。今気温30度、気圧945。すごいね。ハイテク戦車部隊、的を外すことは彼らの存在意義にも関わってくる。しかし射撃目標はおよそ 1.6 キロ離れた180センチ四方の的。肉眼ではもはや点にしか見えない。じゃあ目標確認、はい、準備よし。はい、来た来た、射撃を下がる。了解、射撃下がる。攻撃した後の的を確認する。弾が的に当たるのは当然、より中心に当たっているかどうかが問題だ。彼らはなぜこれほどまでにハイレベルな射撃を追求しているのか。須藤さんは言う。射撃っていうのは我々が想定している戦闘の終末あるいは一場面で雌雄を決する重要な技術であり、それから戦車砲っていうのはそのための兵器であるというふうに考えています。それまでの戦闘がいくらうまくいっても最後のその射撃当てるというところで敵に命中撃がしなければその戦闘は勝敗は負けというふうに考えております。自衛隊にとって戦車の出動は敵国が日本に上陸したという最悪の状況を意味する。須藤さんはどんな思いで戦車に乗っているのか。いつも考えているのはこの高い戦車をですね、絶対血を吸わせないようにしたいなっていう、敵国の人を撃って、っていう血を流す、そういうことは絶対したくないなって。訓練の最大の山場は
20日後に行われる総合火力演習だ。それまでここで野営し、結束を強めていく。引っ越ししてるみたいなもんですね。やっぱ19日間ですか。長いですからね。テントも各戦車の乗員ごとに分けられた。寝食を共にすることでさらにチームワークを高めるためだという。この日、中隊の団結会が開かれた。おい、どこ狙ってんだあいつ、誰だ、欲しいの。酒が入っても話題はやはり射撃のことだ。明日からの訓練は他の戦車との連携が重要になってくる。一つの戦車だけでなく部隊全員が息を合わせなければならない。おやすみなさい。そうです、まだ寝ないです。総合火力演習で彼らに与えられた任務は非常に高度なものだった。4両の戦車が横一列に並んで走行し、同時に急停止を行う。そしてその瞬間に射撃、的を射抜くというものだ。前方部隊連装行進車、撃て。急停止で大きく沈み込む車体。この激しい挙動の中で車長は砲身が的を捉えているわずかな瞬間を見極め号令をかける。乗組員が息を合わせるだけでも大変なのだが、それが4両一度に動く難しい作戦だ。FV 初代砲身とか車長にそうなんですけど、タイミングの取り方がいろいろ違うんですよ。人それぞれによって、やっぱりその人に合わせたタイミングが取れるようになるかな。今回本番までに間に合うかどうか、それが鍵になりますので。作戦前、意識を集中させる。戦闘用意、運転始め。3人のうち1人でもタイミングを外せばその戦車は射撃に失敗する。人へのプレッシャーは大きい。こちら下丸了解。下丸前へ。須藤さんの号令で久田さんは戦車を前進させる。速度を上げる車内から井上さんが的を捉えた。号令に合わせた射撃のはずが、それぞれの戦車でまだタイミングがずれている。砲弾も的をわずかにそれているようだ。作戦ではすぐに交代しなければならず、息をつく暇すらない。戦車が交代しているときは久田さんには後ろが全く見えない。須藤さんの指示だけが頼りだ。この時点で戦車の車内は40度を超えていた。果たして3人は満足のいく結果を出すことができたのだろうか。初日ですからね、仕方ないんですけど、どうもボロボロですね。今日ですか。出来栄えとしては、出来栄えとしては全然ですね。当たってませんので、はい、ダメですね。まだ止まるタイミングつかみきれないですから、これは。まだまだこれからですね、始まったばっかなんで。この日の訓練は連携が取れるまで繰り返し行われた。なんだ、まだやるんだ。散々もうやったからいいよって感じだよな。
彼らの訓練は始まったばかり。そしてさらに思いもよらない事態が待ち受けていた。